何がわかるんって、これでもここでダメを知りましたね。早くほらさっさと行って、もうなんかもうすごいな。ほんで慰めようと思って、まだね息子は分からへんから寂しいんだろうなと、お父さんに分かってもらえなくてってことで触ろうとしたら、うん、余裕の気持ちのいい朝みたいな感じ。あはママ言っちゃったい。さあ名越先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週はねあと 2,30 分やる予定やったんですけど、さすがに僕も力尽きましたね。内容が怖すぎた。やっぱりね、近親相関的な話題って、はい、肉親が肉親を取り込んでいくっていうかね、はいはいはい、溶かし込んでいくような、うん、こういう世界っていうのは結構答えるよね。答えるっていうのは何でかというと、その一瞬がその人の人生全部を支配するっていう世界でしょ。その瞬間に受けた、まあ、ある種トラウマというかある種衝撃的なことが、その時はなんかふわーっと放越状態、ここでもそうですよ、放越状態ですよこの子は。その時もうラブレターを破った後の表情すごかったですね。これな、はい、最後の1ページ。そう、この放越状態っていうのが逆に本人を縛りつけて、その人が20歳になったって30になったって、もしかしたら50、70になったって、その泥沼のような世界から逃れられない烙印を押されたような感覚になるんですよね。あの特に僕みたいな経歴を持ってる人間は、だからその瞬間の表情がもう延々にこびりついちゃうわけやんな。だからきついですね。なるほど、うん、そうですね。そのトラウマって言ったらいいのか分かんないですけど、うん、そういった事件が子どもの心に起こっている現場をこのアップの画面で見てしまうという経験は実際にはないわけですもんね。そうそう、これが実際事件の表舞台になかなか出てこないけど、どの場面だってあり得る話でしょこれ、うん、あり得る話じゃないですか、うんうん、だからそれだけにね、なんか本当の事実真実を暴かれていくっていうかね、はい、そういう恐怖っていうものがありますね、うん、すごい話です。引き続き3巻を今日は読んでいきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これなんで七五三かね。7歳なのかな、ね、思い出の写真っぽいですねこれも。そうですね、なんかおしゃれな羽織を着てます。爽やかですね一見。じゃあ中行きますか。はい、行きましょう。第16話乗り換え。成功、忘れ物あったんかい。成功、2階にいるん。誠一、ママ。ドアを開けた一郎が目にしたのは、落ちちゃったいとこをお見舞いに行っていたのにお母さんが急に帰ってしまって、なんだってお父さんも帰ってきたらこの状態。もうなんか子宮の中にもう一遍帰ったような格好してるよね。本当ですね、うんうん、このもう虚無の目やな、虚無のような目になってる、うん、つまりもう完全に胎児に戻ってるような感じやんね。あ、うん、まあ胎児が虚無とは言わないけども、うん、この世界のことを全くまだ知らないっていう意味では、でも意識を持つ以前ですもんね。そう、あるいは過去性の意識だけを持ってるようなね、うん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 、そんなちょっとこの世にあらざる目ですね。どうしたん、なんかあったん、なんだいこの紙、なんで破ってあるん。うわー、ちょっとこのお父さんが肉薄してきた、はい、この手紙のことをお父さんが言うっていうのは、うん、お父さん殺されませんかっていう感じにならへん、なんか今までよりは一歩踏み込んだ感じはありますね。踏み込みましたね、うん、今まで全然無関心な感じが、全く無関心な、なんか折り紙みたいな お父さんもうただ置いてあるだけみたいな。そう、成功多い、無垢、なんか妖怪が、うな、このさ、お母さんの目も毎回毎回ちょっとずつ変化するのよね。うん、この目はえらい大きな目で、あ、まあそれ印象やろうね、このお父さんの印象がその目のに吸い込まれそうな目に見えたのかもしれへんよね。な、な、たじろぎ言いますね。そう、たじろいだよね。お父さんはやっぱり自我があるからたじろいだよね。もう吸い込まれそうな目やからね。な、何、どうしたん、大丈夫かい、忘れ物はあったんかい。私行かないから、病院には行かない、一人で行って。え、なんで、行ったってしょうがないがね、私が行って何か意味あるんかい。
これがね、うん、つまり普通に考えたらその証拠を握っているというか、うんうん、まあある意味あの当事者部でもあるし証拠を握っているこのいとこですか、はい、からもう遁走してる逃げてる弱い部分と思うじゃないですか。でもこれ全部戦略やねきっと、うん、行かない方がいいっていう判断をしてるはずですよね。完全にこれ計算、普通は遁走って言ってその現場から逃げる、うん、そのことをなかったことにするために逃げるという人がある意味天然なんでしょうけど、彼女はもうそうじゃないよね、周りの人を全てコントロールして自分の快感である死、死に肉薄する快感だけを追求してる人やから。そんな何言ってるん、そんなことないんべに、わかんない、何もわかんないねんって、すっごいな、うん、つまりあなたは家族じゃないって言われてるな、もはや、うんうん、これまでの長い時間の全部を否定されてる感じが、そう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 、あなたは家族じゃない、あなたは私に種をくれた人ですっていう感じやね、うんうん、私がどんな思いでいたのかなんて何にもわかんないんだいね。これちょっと泣いてるけど、一方では完全なほんまに薄っぺらい自己正当化やけど、うん、まあ結局自己正当化なんだけど、その奥にその今回の殺人未遂ですよね、この殺人未遂が自分のトラウマティックな状況、自分の過去の傷につながってるっていうことを骨めかしてるっていう可能性ありますよね、うんうんうん、でもこれまで読んできた中ではここから僕の印象が変わってくる、変わってきてほしいし変わってくるんだろうけど、普通に考えるとあのすごい自己愛性の高い人で、それも極めて主観的な判断やっていうふうに読めてしまいますよね、はい、自己愛性というのは自分の都合がええふうに自分を犠牲者やと、あ私は人生の犠牲者で、私を傷つけた人がいっぱいいるから、私はあのいとこを突き落とすという快感に無制でいい、その資格があるんだって、うん、そのぐらいはしてもいいんだ、そう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 、というもう狂った考え方、うん、というふうな流れで読めるんですけど、まあでもそうなっていくのかどうか、それはそうなっていかない可能性もありますね、はい、まずこのお母さんがこうなっている原因みたいなところは見えてこないです、ね、そうですそうです。普通に考えたら自己愛性の高いあの未熟な人格っていうふうに取るのが普通だと思いますけど、あのでもそうならないんでしょう多分という気もします、はい、いわゆるプロファイリング的にはね、あの未熟性人格の自己愛による過去の書き換えを今やってると、ほんで涙流してるのも私はなんてかわいそうな子っていうので自分の罪悪感から逃れてるというふうに取るんですけど、多分それでは収まらない予感はしますよね。それどころじゃない人間である感じがすると、はいはいはい、そうです。だからこの話も旦那に言ってるのと同時に、この息子に言ってる、息子を洗脳かけてるんですよね、うん、ほんでそれはーって息子は何のことってこうなってんね、もうこれかかってる目です、かかってる目です、かかってる目です、はいはいはい、うん、だからこれは何のことを言ってるのかっていうことですね、うん、一元的には自分が殺したことを必死になって隠してる、はい、その隠してるのが自分だけが背負って、自分が殺したんやからね、うん、殺そうとして、でも自分だけが背負って、あなたは家族じゃないの、私を守ってくれないのっていう未熟な言葉にも見えるけど、うん、もっと過去過去、つまりこの誠一がもう四白眼になってこうやって見てるのは、自分が生まれる前の母親の世界っていうものを、うん、瞬間的に見ようとしてる可能性もあるっていうことですよね。まあ、さっきのあの胎児っぽいポーズからの暗示でいくと、そういう解釈ものが、そうですね、そういう解釈もできる、うんうんうん、ぐずふふふはあうぐずふう、わかるよ、ショックなんだいな、いろいろ俺もそうさんな、うん、なんか一番簡単な解釈をしましたね、わかるよ、大変だよねって今ね、うん、だからそういう釜掛けやったらもっと浅いレベルで、私はその落ちる瞬間を見たんだよと、うん、でしかも彼がうわっともう打撲してもだえ苦しんでるその姿も見てるんだよと、うん、私がどんなシーンをいっぱい見てると思ってるのって、もう完全に薄っぺらい演技を、うん、ああこの男軽いからもうこれでうちの旦那は一つ上がりみたいな感じで騙してたと、うん、まあそういう展開にはなってるんですよね、うんうんうん、でも聖子のせいじゃない、あもう聖子のせいじゃないって言ったところで、うん、まあだから一方で私の思い通りに運んだっていう一方で、この旦那を心から軽蔑してますよね、この細いワンカット、そう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 、横長のこれこうやってうまいこと言ったっていうだけじゃなくて、クスっていうね、でもクスっていう時になんて薄っぺらい男みたいなね、うん、なんかもう幾重にも怖いですね。みんなも分かってるんさ、それは大丈夫だから、みんな
分かってるんさ。みんな分かってるんさっていうのは疑われてるってことも込みですよね。ああのおばちゃんたちが、そう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 、そのニュアンスももしかしたら、この お父さんは言ってる可能性もありますよね、うん、疑われてる感じするけどそんなことないよっていう、そうそうそう、みんな分かってるんさ、しげるもきっと先回りしてフォローしたつもりなんですね、お父さんは。そうそうそう、あるいは止められなかったのかっていうことですね。もうちょっと言うと、まさか押したとは思ってないから、うん、止められなかったのかと、うん、でしげるもきっとっていうのは、しげるも救ってくれなかったんかとは思ってないよって、そういうような意味ですかね、うんうんうん、何がわかるん、何がわかるって言うん、私たちは知らない、関係ないから。パパはさっさとみんなのところに行けばいいがん、早くほらさっさと行って。でもうなんかもうすごいな、うん、鬼の形相になってる、鬼の形相になってるね。もう自分と息子の子宮の中にいる幸せな世界に魔男が入ってきたみたいな感じやね、うん、にも見える。お父さんが本当に余計すぎて、そう余計すぎて耐え難いみたいな。お父さんもちょっと寂しそう、まあ、ちょっとかわいそうになってきました、さすがに。ほんまや、わかった、帰ったら話すんべ。ちょっとじゃあガーってもう父親の前で演技したわけやんね、うん、だってさっきの顔もある種すさまじい形相やけど、それはある種演技的ですもんね、うん、過剰な表情ですよね、はい、うん。ほんで慰めようと思って、まだね、息子は分からへんから、あ、なんか慰めやんなってあげやんなあかんねん、なんか知らんけど、あんたには分かってない、あんたは分かってないって言うたから、お母さんはさぞかし寂しいんだろうなと、お父さんに分かってもらえなくてってことで触ろうとしたら、うん、余裕の気持ちのいい朝みたいな感じ、あはママ言っちゃったい、はあ、お昼どうしよう、お寿司でも取っちゃうかい、お祝いムードです。お祝いやん、あ、散らかっちゃったね、掃除かけなきゃ完全通常運転、うん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 、なんかね歌ってねガチャ、もう止めどない多重人格をこの女は持ってるんだっていうね、はい、今日1話の中でめちゃくちゃなんか表情のラッシュが続きました、ね、っていう感じで、まあ、全部消化しきれてない、消化しきれてたけど、無意識的にこの女には逆らえないっていうことだけは入ってる感じがしますよね。あ、息子の誠一にですか、うんうん、だって父親は完全にコントロールしてんねんもんね、うん、第17話相引き。あれからママは何も言わなかった。しげちゃんのことも吹石さんのことも。僕とママは一度もしげちゃんの病院には行かず、そうして3週間が経った。みーみーみーガチャ。せいちゃん、宿題進んだ？くふぐ。あ、もう結論が始まったんや。はあ。さっきの話が結構トリガーになった。そうそうそうですね。要するに秘密を共有するっていうこと、本当のことを言ってはいけない、本当の感情を出してはいけないっていうことがある種結論に結びついたみたいな、そういう解釈なんですかね。その結論の全てがそうと全然思いませんよ。ただこの場合はそういう結びつきですよね。心理的な要因でなるっていうのはあるんですよね。まあいろいろな考え方ありますね。あるとは言われてますけど、それはあんまり追求しすぎると自分はなんか心理的に欠陥があるんやっていうようなところにもなって、苦しむ人も出てくるからね。それは一概には言えない。もしもちゃんとそれを論じるんなら一冊いりますね、多分。あ、慎重に言わなくちゃいけない。そうです、そうです。ほとんど夏休みもすぐ終わりリダシ、ね、長崎屋に行こうか。せいちゃんの服買うから一緒に来て。夏空の下、自転車で町に向かう母子に声をかける人があった。あ、長部さん、暑いね、親子でお出かけかい。せいちくん、久しぶり。大きくなったね。何歳になったん。10、3歳。キッズどんどんきつくなってるよ。そうですね、どんどんきつくなってる。あ、そう、じゃあ気をつけてね。びっくりしたよね、何か異変に気づいた。ちょっと気づいたよね、うん、額の汗がそれを物語ってる。どうも余裕ですね、お母さん。余裕ですね。これね、本当の悪ってこういうんだよね。なんか僕らやったらこうやって、その自分と共犯者が、はい、あ、僕はって言うたら、
そんなことさせたら人にバレるとこうドキドキし始めるじゃないですか。隠したくなりますよね。そう、なんか手を打たないとって、はい、コンさんどうも、やっぱねここがもう勝てんよねもう生きてる次元が違うっていう感じが。そうそうそう。あ、これどう、ほら似合う、これにする、べっ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 、べっつにぷに、もう別に別にって、全然無視されてまあある種これは救ってっていうことなんやけどね、全然無視されてますね。無視されてるってことは彼の中に葛藤があるってことを全部掴んでるんですよね。お母さんは掴んでて無視するんやね。これそれってちなみに、あの服を自分で買いに行くタイミングってまあ人それぞれかなと思うんですけど、なんかそういうのって心理学的には何かあったりしますか。自分で服を買いに行く、親に服を買ってもらうの境目みたいな。あ、いやいや、もちろんそれはあの単純に別に精神学的にそんな大それたことは何もなくて、ただだんだん自分の自我の目覚め、自分の美意識とか自分で物を変えるっていうのは世界が広がるってことですよね。母親とか家族っていう土俵から外の世界があって、その外の世界でも自分は人とコミュニケーションが取れるっていうことの、そういう意識が生じるわけですよね。あ、だからコミュニケーションのために自分で服を選びたいっていうことを、というよりもコミュニケーションが取れるっていう時に、あの、まあ、これはアドラー的な考え方なんですけど、人間は絶えずその普通に育っていけば大人になりたがる、つまり自分の内在的な力を外側に向けて試したくなるっていうふうに考えるんですよ。で、人間はやっぱり外側に影響を及ぼしたいと思うと、その影響が破壊的なのか建設的なのかということで、その成熟度が測られるわけですよね、はい、ただどちらにしても外側に影響を与えたいと、うん、ある時期からね、これはねそんな論文があるわけではないけども、一般了解というかね、全体的な合意が捉えているようなものではないんやけども、はい、僕はある時期から意識が広がっていくものやと思いますね。で、意識が広がっていくとそこにも世界がある。でもそれは初め傍観してもちっちゃい頃からそうでしょ、はい、道とかでこう お母さんに背負われてとか、自転車に乗せられてバーって言っても、ちっちゃい子、あるいは5歳ぐらいの子もこうやって、ああ、いや確かに見てますね、僕ただ見てるだけでしょ、傍観者、うん、ところがだんだんと、あ、外側の世界に自分は関与できる、つまりコミュニケーションを取れるっていうことですよね。で、コミュニケーションを取れるってどういうことかっていうと、コミュニケーションの本質って自分が影響を受けて自分が変わるってことでしょ。自分が変われるって力量なんですよ。だからよくみんなコミュニケーション取らなくちゃって言うけど、世間のコミュニケーションってよう見てたら 90% 以上ディベートですよね、うん、自分が言いたいことを言う、飲み会でも自分が言いたいことを言う、相手が言いたいことを言う、でもコミュニケーションの本質はそうじゃなくて、コミュニケーションを取ったとき、例えば僕が飯田さんとコミュニケーションを取ったときに、飯田さんによって僕が変えられる、で僕が話すことで飯田さんが何か変わっていく、その相手によって自分が、まあ、何でも変わられるって言ったらもう今度は過剰適応でこんな揺れてるだけですよ。そうじゃなくて、なるほど、飯田さんが言ったってこういうことやったんやっていうときに、自分が相手の言うことに納得したり、得心を持ったり、感心したりしたら、自分がその時も変わるでしょ、うんうん、相手の言ったことに本当に心から感心したり驚くっていうことは、もうその時にも自分が変わり始めてるってことなんですよ。この変わり始めるということができるっていうのは、変わらぬある種の軸があるからでしょ、うんうん、それでも自分は自分であり続ける、うん、でもここを変えた方がもっと自由な自分になれる、もっと素敵な自分になれるとか、もっといい自分になれる、理想に近づく、そしたら変わることを良しとする。でもそのためには力量が必要で、そうでなければただ知識だけやって自分は変わりたくない、自分を太らしたいために人とコミュニケーションを取る、それはコミュニケーションと言わない、あ、変わらないためのコミュニケーション、それは情報を仕入れて まずます自分の万能感を肥大化させるだけやね、一方的な関係なんですね。そうです、そうです。でもコミュニケーションというのは、それだけのいろんな段取りがあって、買い物に行くときに自分で買うっていうことは、はい、特に昔僕らの時は値段の交渉もするわけやんか、これ負けてとか言って、あの昔の商店街の子供やから僕なんか50年前だそう、今でもでもね、何を買うか買わないか、例えば店の人が勧めてくれたものが自分が似合うか似合わないか、あるいはそれだけじゃなくて自分の予算としてどうかっていうような意味で、相手の言うことは理解できてその通り買いますっていうのはまだ子供やね、うん、そうじゃなくて、ん、相手はこう進めてくれてるけど僕は気が進まないとか、うん、これはすごくいいものやけどこれを買ったらこれが買えなくなるとか、やっぱり相手との間でそれも、まあ、あの多少なりとも交渉でしょう。この交渉を相手と時間にするだけじゃなくて自分の心の中でも交渉する、自分自身と、
そういうことができるから初めて他者とのコミュニケーションが成り立つわけですよね、うんうんうん、そこから先はね科学的には絶対分かる、なんかできるぞってん、やってみたいってムズムズしたものが生じるわけですよ。自分の責任で人とコミュニケーションを取りたいとムズムズし始める、その時期に自分で飼いたいっていうんやと思います。長いですなるほどな。いやでもその服を買いに行くタイミングについてのなんかそういう変化が自分の中であったんだなっていうのはなんかすごく腑に落ちるところはあります、ね、なんかわかるでしょ。それを一言で本当まとめると、つまりノーって言える力なんですよね。相手が何か勧めても本当はこれにしますと、これもダメ、ノー、うんうん、でもあるとか、あそれはわかった、うん、そのノーノーノーっていうことを言い出すのが思春期で、おじゃあそれの一番最初の段階とか芽生えみたいになるか、あの2歳ぐらいのイヤイヤ期みたいな感じだったりするんですか。あ、そうですね、でもあれはただただ自分がやりたいことをイヤイヤって、やっぱり守られてる世界の中のイヤイヤ期で、まあ、それもトレーニングかもしれへんね、はい、それを外側でさらに拡大していくタイミングが、そう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 、だからそれアニメとか見て、僕はジョジョが好きとか、自分は鬼滅が好きとか、自分は進撃の巨人が好きとか、自分の好みがあって人と議論したり、相手が言うことについて、あそうか進撃の巨人ってそんな絵とか、どんな今度見てみようかな、これも一種の交渉ですよね。うん、この交渉をこう実際に仲間内でやってみて、友達同士でやってみて、初めて店の店員さんとできるようになると、うん、まあ、そんなことでしょう。なるほど、はい、ありがとうございます。向こうの方から笑い声が聞こえてきた。大輔マジバカげないな、バカげバカげ。誠一は帽子を深くかぶり直した。あ、ねえこっちはどう。誠一は返事をしなかった。レストランで昼食、店内はにぎわい、窓の外は真夏の光であふれていた。しげちゃんまだ意識戻らないって。おばちゃんずっと病院に泊まってるって。大変だいね、かわいそうだいね、かわいそう。かわいそうっていうのがなんかあの猫の、ね、を見てた目とそっくりやんな。あ、ねえ、うん、私たちが全然お前行かないの、みんなはどう思ってるんかね。ねえせいちゃんすっごい余裕やな、うん、質問攻めですよ。まあまあ意識が戻ってないっていうことで余裕かましてるってこともあるよね、うん、お待たせしました、お先にタコの唐揚げです。まあ美味しそう、すいません、さあ食べな。あ、マンも一個もらっていい。おいひおいひおいひ。第18話、長い一日。せいちゃんうわーってだけで、せいちゃんうわ、闇から手が起きる時間よ、今日から学校でしょ。ほら、こしょこしょ。なんか一巻ぐらいではこれもちょっと喜んでる感じ誠一ありましたけど、もうちょっと乖離してる、現実逃避して乖離してるもんやね、なんかね。うん、しかも瞳孔がわりかし小さくてちょっと緊張してる感じもあるよね。2階から今に降りてきた誠一にママはいつものように問いかける。肉まんとあんまんどっちにするん。あ、あ、あ、うわ、こわ、あ、肉まん、これほんまあんまんって言おうとしたっていうことか。にーとは違うで、あ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 ってで、あんまんって言えないねや。なんであんまんは言えなかったんだろう。いつもと違って予定調和を崩すからとちゃうの、すべての予定調和の中で生きないとなんか恐ろしいことが起こるって潜在意識はもう怯えてるからとちゃう。ちょっとあんまん食べたいなと思ったけど違うことはできない、違うこと自分にはできないっていう、ちょっとでもずらすと何かが崩壊する、これ絶望の肉まんなんですね。そうです、支配されてることをなんか相手に示す、あなたの私は非支配者ですっていうことを言ってる肉まんやんね。せいちゃん大丈夫ね、気をつけて。大丈夫ねっていうのもいらんことするなよ、言うなよっていう感じやな、なんかもうそうとしか聞こえないよね、うんうんうん、ほんでパッて次の場面ではもうはいって完全に従順で、完全にそういう自分の自我を殺した機械人形みたいな目になってるよね。いやでもここであの彼女が、はい、ね、吹石さんが来るかどうか。新学期、登校する誠一に友人たちは以前と同じようにじゃれついてくる。しかし誠一はうまく答えることができなかった。やべえそれおさべ、卑怯卑怯、腕を上げたなおさべ。そしてその日は一日何事もなく過ぎていった。ゾワ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 。
もう必死で早く、うん、話しかけられないように、そうそう、彼女に会わないようにしてんねん。彼女はここで何があったんかを察知できる人なんでしょうね、多分、うん、なんだ私振られたんや、あんな子にみたいなね、そんなんじゃないよね多分この子はね。多分この子の生い立ちで暗いやんか。そうですね、だからある種の共感性があるような気するんですよね、あ、僕は。お察しがついてしまってる。そうそうそう、まあ察しまではいかないけど、何かの違和感に突き動かされそうな気がしますね、この彼女は、うんうん、殺されなければいいけどな、本当に幸せになってくれよ、ほんまに。ははがずさははは、あ、やっぱり来た。いち早く帰ったけど帰り道で来ましたね。はは、大丈夫。はは、ほら、何、やっぱり察してんね、まさに何かを察してるよね。大丈夫じゃないなって。あー、もうここで終わりたい。ここから先は僕の空想でハッピーエンドになりたい。まだ間に合う感じはありますね。そう、これでもな、年齢2人で逃げよう、それは無理やからな、うん、まあ大体彼が逃げられへんやろな、未熟なままで押さえつけられてるもんな、お母さんに、うん、血出てない、見せて膝。え、あ、うわー痛そう、待って。ほら、手当てをされるっていうことは、お母さんもそうやけど、手当てをされるっていうことは身内に近づくっていうことでしょ、はあ、そうなんですよ、うんうんうん、だからこれ結構彼の自我はやばいですよね。で、彼女のこと好きやし、うん、それが手当てされてるっていうことは第二のお母さん出現ですよね。あ、そう、役割として、うん、簡単に言うとね、うんうんうん、シンプルに言うとですよ。おさべ、手紙読んでくれた？来た、赤くなってる。返事をくれた。この子いい子やな、うん、返事もなしかよって普通怒ってもおかしくないやん。そうですよね。そうじゃなくて、もう一遍手紙読んでくれたってすごいよね、自己開示すごいよね。第19話、返事。手紙読んでくれた？うん、あ、うんって言った、えらい。読むは読んだもんな。返事聞いてもいい？返事聞いてもいい。もうなんてひたむきな子。あ、言えない。ごめん、うん、どうして。ま、ママがいるから。ママがや、やっぱり。いや、でもこれは変態性を開示してるわけやん、うん、あ、ママとの関係、この隠したがってましたもんね、政治。そういえばママがいるからっていうのは、ママが止めてるっていうことは言えてるわけやん、うんうんうん、一方では自分が自分としてに一人の人間として君をっていうことは言えない、でママに支配されてるんだっていう情けない自分を開示してんねんけど、うん、それも込めて情けない自分、そしてママが止めてるっていう事実、うん、で、まあ僕が悪いんじゃないんだ、それを分かってくれっていうね、うんうんうん、そういう、まあまあずるいとも言えるし悲痛な叫び、うん、つまりはこれ自己開示ですよね、うんうんうん、情けない部分も込みで、やっぱりこれは自己開示やと思いますね、うん、すごい。僕ね、これね、僕はですよ、はい、この子はすごく欲忘れて未熟なままで外に出る、外界に出ることを怖がってるし、しかも秘密を保たせられて、うん、まあ、言ったら母親にがんじがらめになってるんやけど、うん、その中でこの純粋さは僕は買うんですよ、うん、これって僕ただ単に素朴にママが、ね、いけないって言ったのじゃないよね、うん、すっごいもう泣きそうになって、うん、もう目がつぶれそうな目になってる、そのね、勇気を僕はやっぱり買ってあげたいと思うんですよ。政治はここで今頑張って一歩踏み出そうとしている。そう、踏み出した。そう、まあ踏み出したまでは言えないけど、その眉の中で抵抗を試みてる。踏み出したは言えないよね、眉の中のままやんけど、そこで抵抗してる、うん、その抵抗してる何か、強い何かっていうものがせいちゃんの中にあって、そのせいちゃんの中のこれってで何なんでしょうね、うん、ここでもう完全にひねくれて僕のせいじゃないみたいなところで弱っちくなってしまう子もいるけど、うん、この子はなんとか、もうボロボロやけど、なんとか前に進もうとしている、うん、それは何やろ、この子の魂としか言いようないな、うん、で本当はこういうものを僕たち全員が持ってるんだと僕は思うんですけどね、はい、アドラーではそう考えると思いますけどね、うん、バッ、うん、走り出したら、あ、追いついた。
早いな足がクラウチングスタイルにすぐなれるもんなこっからやとそんなことじゃないわかんないけどもうだんだんコメディみたいになってきて待ってどういうことママがいるからってそのどもるなんなん大丈夫あだいぶもう把握してる愛する人の想像力守らんなあかんっていう意識がこの女の子に出てるやん成長何かから何か得体の知らないものから守らなければならないっていう方画があるよね、はい、うん完全に踏み込んできてますもんね、うん、来てる原因を明らかにしてお母さんに何かひどいことされてるもんいや待って女ホームズなんか見極めがすごいですね今ちょっと僕の例えに対してバカにしたやろいえいえそんなことしか言えんのかみたいな感じやろ いきなりホームズ来たんでちょっとびっくりしましたベタすぎるどうにか僕も頑張って返したんですよ僕の努力も認めてくださいお母さんに何かひどいことされてるこの時のこの子の顔がすごいよねほんまにねなんかある種カウンセラーの顔になってるよねなんかね彼をじっと見てんねんけども彼の内面にフォーカスされてるよねなんかね、うん、うわでもあまりにも鋭すぎたんやな、はい、もうこのはもうマグネチュード7ぐらいあるよねこれ自分の心の中で揺れが、うん、恐怖やんな、うん、せやねこの女の子ちょっとな才能ありすぎたんやなうんはい一気に詰めすぎた、うん、でもここは進めるしかない気がするんですよだって次もう会えないかもしれへんもうがんじがらめになって、うん、もう二度とこんな二人で話す機会がないかもしれへんから一つ強すぎるストレートだけ投げとくと145キロぐらいのステロイドを投げといたら相手がその後そのあざを見て何かもう一度っていうねちょっと残るものを、うん、残るもの消化しきれない記憶を相手に残すっていうパターンですよね、うん、こういうの上手い人いるやろ皆さんなんかたった一回の機会の中でどうしても消化しきれない一言を相手に残すってねこれカウンセリングの技術でもあるんですよあそういうのあるんですか、うん、あるこれあんまりみんなやったらあかんで、うん、これは本当にこれがいいことが起こるその時に自己顕示欲で俺を覚えといてくれよみたいな感じで使ったらあかんいやもうそれはもう操作としてもう絶対あるんですよ、うんうん、あ帰っていいよあちょっと待ってこれ預けとくわみたいなのあるじゃないですかはいはいはい今度はそれがえなんでこんなあのボールペンあ綺麗なボールペンやなと思ったらもうずっと心に残っちゃうみたいなさ、うんうん、なんかそういう一つ投げ入れておく、うんうん、これを操作的に使うこともできるっていうことですよね、うん、もう図星やったんやな、うん、聖一走り出しますおさべああまたこの白亜の殿堂に帰っていくまるで博物館の展示物にされるようなじゃあママがやる